はい、第2弾テイク2です。はい、ちょっと思わぬ邪魔が入ってしまって動画を止めました。っていうかね、さっきチューブ入荷のタイヤ交換置き場、タイヤ装着場のところでちょっと動画、ドラレコの動画撮ってたんですけども、ただ後ろからね、ネクスコ中に、西日本の、隊員の方が一人自分のところ近づいてきましたね。故障ですかって聞かれたんですね。いや、故障ではないですよ。ただね、ここで休んでただけなんですって答えましたら、お TL ついてる、何やあの車。セトリックかグルリアか旧車か、左についてるし、あ、まあそれはどうでもいいよ。どこまで行ったっけ。故障、いや、ただ休んでるだけなんですって言ったら、ここ一応タイヤ装着場のとこなんでって、まあ冬期間の間ちょっと今開けてるんでってことで、どかした方がいいですよねって言ったら、うん、そうですね、よかったらちょっとどけていただきたいんですけどもみたいな感じ言われたんで、じゃあ分かりました、今どかしますんでって、すいません、ありがとうございますみたいな感じで、まあチューブを循環抜けて、今、またいつもの、取り付け場所ポイント、はい、ピントが合わないんで、あれな、城下町西広場元老人ホーム跡地やってきております。でもう一回動画撮ります。めっちゃが長いんですけども、ちょっとまたお付き合いください。あれ、はい、ではここからまず最初からね、あ、こっちだこれ、反転ついてるわ。あ、これ違った、これは最後や、ごめん、これ最後。はい、ここからお届けします。ちょっとテンション上がってます。上がりすぎてアリオン兆しって言ってしまいました。それはちょっとアリオン空眺めしばらく、で後ろ映像、後ろから事故車両が来ております。事故処理班がね、最近覆面系に、覆面に出会ってないんでね、めっちゃテンション上がってます。福井市内行ってもなかなか、覆面に出会えないんでね。あ、どこ行くのか、事故車両も一緒に連れて、事故車両は俺の後ろに待ち受けて、ちょっと、はい、ね、起草の人ね、間違えてね、ここ入ってしまいます。ここ元てんやラーメンの出荷場所です。
間違えて入っちゃったんですね。そこかよ。本当もう金払うの。ディーラーは後です。後回し。本当は後ろにいて欲しかったかな。もうちょっと少し出るのが早ければね、後ろに着いたんですけどね。ちょっと長いんでね、飛ばしますかね。じゃあもう一回いるかなと思ってまた戻るんですけども、戻るんですけども残念な結果で、あれ違う、あ、2段しちゃったか。あー、チームの方が本当に乗ったかもしれない。結局乗らないか、お前多分間違えて気象がそこ入ったみたいな。でここで U ターンします。で入ってすぐのところにね、いました、機捜がいました。ちょっと車の缶が見えました。あ、いた、人いた、人発見。ここでスピードダウン。人発見で3人組はなんか座ってますよね。
ードが切れる前に、いっぱいになる前にまたアップせんと。クラクションない人はじくじしてこっちに。えっ、そうやな、警察にクラクション鳴らしたってことない。これから、しばらく遠い長い道のりになります。これさっきからブザー鳴ってるのはね、車線逸脱のブザーです。車線をね、少しでも割ろうとしようとすると鳴ります。まあそういう設定にしてあるんで、別に必要ないんですけどね、一応入れたるってだけです。まあ引き返してくるんですけどね。ちょっとしばらく無言が続きますけども、まああんま喋ることないんでね。ちょっとびっくりします。対向車からまた何かが来ます。1台目大野に2台あるのかどうかがちょっと分かんないですけどね。カーポートに1台止まってるけど、爆音させてきますからね。周期で
で、ここで降ります。それ大野処理も210系のアスリート後期隊2台いたな、黒とシルバーといたな、そういえば。でここね、降りてくる車がいるんでね、気をつけないとダメです、対向なんで。ぶつかり合いますよ、気をつけないとね。ドーンってウィーっつって当たっちゃいますからね。でここら辺で U ターンします。先行かせます。なんか携帯がちょっと一時停止になったら、どっかこら辺からかな、ここ気をつけないとね、ガッチンコしますからね。ここら辺で U ターンします。で先に行かせます、後ろの車はね。もう一回乗ります、大野帰るために。ここはあまり何もないんで、ちょっと飛ばします。小枝トンネル、もう大野なんで、ここからちょっと撮ります。小屋とのトンネルも結構長いです。まあ通ったことある人は分かると思いますけども、中部循環のこの大野から福井機関の中で一番長いんじゃないかな、小屋とが。もうそろそろ出口に差し掛かります。もうちょい先かな。来た、アリオン来た、アリオン行きましたよ、太鼓。
ん、もしかしてさっきクラクション鳴らしたマーク X かと思ったかもしれませんね。こっち、ガン見したかもしれませんね、もしかすると。俺は見ましたけどね、ちゃんと。アリオンって分かったから。天気いいですね、大野市は。まあ、あの市内でもね、もうちらほら、もうスタッドレスに変えてる方も結構いらっしゃいます。もうあの温度がね、結構落ちてきて寒くなってきてるんで、ね、念のため、もう早めにタイヤ交換してる方もいらっしゃいます、近所だよね。自分、今日は変えません、変えようかと思ったんですけども、また大丈夫だということでね、親の判断で。まあ来週変えようかと思います。土日休みがあるんで。タイヤなんてね、交換してすぐ終わりじゃないですかね。洗わないとダメですかね。ノーマルタイヤを洗って乾かさないと。だってタイヤの収納ボックスっていうかな、ね、あれ自分ら2段タイヤボックスですかね、そういうのに乗せて。ということは、あの黒のアスリート後期隊はどっか鳥島に行ってきたんかな。だから、それかパトロールか。ここで1位待機。アリオン来るであろう。こいつ左配線処理ですね。実は初めてはなかったです。前大野のねインターチェンジであそこで取り締まりしました。シルバーとこいつがね、女性隊員含めて間違えましたね。ここ入ろうとしましたね。実は大野署のアスリートです。で、俺ガン見します。以上ね、非常に長い25分以上の、ドラレコ映像でした。アリオンというか、まあ含めはね、今日は何もないだろうと思って、ね、いつもの谷口デックの前通って、そしてまた大野署の裏通ってディーラーお金払いに行こうかなと思ったんですね。例のバッテリー上がったんで、バッテリー1万8000円かかりました。はい、高いです。で、通ったら通ったで、アリオンはもう先に行ってたんですね、数秒ほど前かな。んで入り口が出かかってた事故車両班とまあ遭遇して、そこからですね、で、信号待ちで止まってるのがアリオンだっていうことでね、俺間違えて兆しって言ってしまいましたけども、どんだけ兆し好きなんやって感じですね。で、アリオン
で、キサスって間違えて言っちゃいました。で、しばらく後をつけます。尾行ですね。そしたら変なとこ入ってったし、あれと思って俺も、後ろの事故車両は中部循環行くのになんでやろ、また違うんかなと思いながらも、また引き返してその場所にいるかなと思ったらいなくて、あ、これは完全に同じとこ行くなみたいな感じで思って、もう一回中部循環乗りました。で、乗って、数秒経ったら右側にね、アリオンが止まってて、署員3人がね、工事現場、今、中部循環、工事してるんですけども、その工事現場を座って眺めてました。それで俺はクラクション、プッと鳴らした。で、びっくりして、こっちを振り返る署員3人っていう感じです。で、上りの方ですね、上りの中部循環、工事どんな感じかなと思ったら、ラウンドバーン状態にしてましてね、道の駅大野の荒島の里のとこもラウンドバーンですけども、こっちの高速の方はちっちゃいラウンドバーンですね、本当に。まあぐるっと回って、まあそのまま降りることもできるって感じのラウンドバーンです。はい、あんな感じで工事進めてるとは知りませんでした。では非常に長いんですけども、28分になるかな、長々とご視聴いただき、お付き合いいただき非常にありがとうございました。多分今日はもう警察系も警察何も出歩かないと思うんですけども、まあそれは分かりませんけども、これで終了いたしたいと思います。また偶然ね、さっきの、210系のアスリートクラウンみたいにね、パッと見つけたらまた動画アップするんでよろしくお願いいたします。非常に長い、ご視聴ありがとうございました。では木曽302でした。